じゃあお三方、今年の新加入の皆さんです。じゃあ名前と年齢と全所属をどうぞ。じゃあ平井くんから。はい、はい、名前は平井と申します。年齢は23歳です。全所属チームは FCMM でやってました。よろしくお願いします。はい、お願いします。左利きです。左利きです、はい、緊張してるこの人はい、どうぞ。はい、小林和弘です。全所属はズベル藤沢でやってました。年齢は28、若いですね。お願いします。はい、お願いします。阿部智樹です。24歳です。全所属は富山大学のフットサルクラブです。よろしくお願いします。誰のものグレーロです。ツッコミどころないですよね。まあ、いいか。なんだろうね。じゃあ青キングに加入を決めた理由を教えてください。はい、まず青キングは結構若手が多いなっていうふうに思ってて、最初からちょっと気になってはいたんですけど、まあ、ちょっとホサルとか、まあ、一緒に大会出たりした時に、まあ、カール君とかに誘われて、まあ、ちょっと練習行ったら思った以上に楽しかったので、まあ、加入したっていう背景があります。はい、私が誘いました。はい、誘いました。ありがとうございます。コバさん、加入したきっかけ、なんか熱くできそうなチームやなっていうのと、あと土日活動で仕事に支障がないっていうところとですね。はい、はい、こんな感じです。青キングのいいところは、青キングのいいところ、なんだろうな、アグレッシブなフットサルをするところだと思います。アグレッシブなフットサル。はい、はい、阿部ちゃん、青キングにあること聞いたことは堀さんが大好きだからです。以上です。滑ってる滑ってる。誰のものだね。その声、あとどうします。何に対するマジ気になる。じゃあね、バイバイ。なんだろうな。実際入ってみてどうですか。あ、実際入ってみて、なんて言うんだろうな、強度は普通に関東でやったレベルで高いなっていうふうに思ってて、まあ、勝手な偏見でもうちょい、なんていうんですか、動けなくなるかなと思ったら、もう全然強度爆上がりだったんで、もうちょっと自分ついていくので精一杯なんですけど。いや、いいご縁ともらった。悪いところですか。まあ、悪いところはまだあれですかね、若手がもうちょい意見を言った方がいいかなっていうところが、まあ、ちょっと自分がちょっと若手を育てようかなって思ってます。はい、お願いします。さすが裏ボス。裏ボスの。はい、コバさん、実際入ってみて、まあ、イメージ通りのチームだなって思いました。イメージ通り、どういう、なんか、なんだろう、結構青キング結構外にいた時から結構好きで、あのずっと YouTube とかもう試合動画とかもちょいちょいあそこからなんか陰でもらって見てたりとかもしてて、すごい魅力的なチームに入れてすごい嬉しいです。シンプルに。はい、ありがとうございます。すごい真面目。いや、すごい真面目です。受け身が取れなかった。まあ、そうですね、青キング入って、まあ、かなりそのみんな気合十分な感じで、まあ、アクティブな守備をしているところがすごいな。アクティブなのか。まあ、ガンガン行こうぜの守備がすごい、まあ、いいなと思う反面、やっぱまあ組織的な守備をこれから作っていければなっていうのは、まあ、知っては減ってくるかなっていう。ブレブレは、なんで笑ってるんだよ。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、今シーズン、ちょ、うるさい、そのまま。今シーズン、もう一節が過ぎ、引き分けちゃいましたが、今シーズンの抱負をお願いします。はい、一応開幕戦から出させてもらって1点決めてるんで、さすがさすが、毎試合ちょっと1点目指しちゃおうかなっていうのと、アシストは絶対1回は毎試合毎試合1回っていうふうに思うんで、そこら辺を頑張っていきたいと思います。はい、いいですね、はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、関東昇格に向けて頑張ります。昇格しましょう。昇格しましょう。はい、お願い
まあ、チームメイトにベスト5の、まあ、グレさんがいますけれども、まあ、そこと競争し合いながら、まあ、今休部中のトモもいますし、まあ、3人でしっかり切磋琢磨して、まあ、ゴレイロ陣からどんどん底上げしてカントリーに行ければいいなと思います。はい、頑張りましょう。グレイさん、年に1回は退場するんで絶対出番きます。もう退場したらもうそこからパワープレイで、はい、ゴレイロ使ったゴレイロ ゴレイロ使ったらいろいろビビドアップもしちゃいけないはい、じゃあ新加入のお三方でした。まだ体験受け付けてますよね。 XP ともに受け付けてるんで待ってまーす。待ってまーす。いいすか。おはようございます。じゃあ勝くん、はい、今日は今季のチームの状況を聞きたいんだけど、はい、今リーグが開幕してシーズン始まって1ヶ月半ぐらい過ぎましたけど、はい、チームの状況どうですか。やっぱ昨シーズンが終わってから今シーズン始まるまでがやっぱバタバタしてたんで、もう最近まあ、今リーグうちは公式戦なかったんで2ヶ月ぐらい空くってなって今すごいすり合わせしてて、なんかちょっと安定してきてるなって思います。実際練習と練習試合を経てチームの仕上がり状況はどんな感じですか。そうですね、開幕戦の時がゼロだったとしたら今多分でも 4,50 は仕上がってるんじゃないかなって。あとはもうちょっとお互いのことをもうちょっと知れるかなって忘れられるかなっていうので、どんどんこのシーズン終盤に向けて上げていける感じが今してます。もう昨シーズンからね、メンバーがいろいろ抜けて戦力が下がったように見られていますけども、実際昨シーズンと比べて今季はどう思いますか。いや、全然戦力下がってるって感じはしないですね。むしろこう一人一人のやらなきゃって気持ちがしっかり芽生えてきたんじゃないかなって、硬いチームにだんだんなってるんじゃないかなってすごい今実感してます。自身のパフォーマンスは昨シーズンと比べて今季はどんな感じですか。いや、なんか走れるようになったなって思いますね。ちょっと平日動くようになってからやっぱちょっとタフになったかなって思います。甲子園に出せるように。甲子園に出せる。じゃあ自身の今季の目標、まあ、そのリーグに対する目標と自分自身のプレーに対する目標って何かありますか。リーグはやっぱチームとしてまた優勝できるように3人戦に向けてっていうので、コツコツやっぱ一つ一つの目の前の試合頑張って勝利を重ねていきたいなと思いますし、それに向けて個人的には、まあ、数字で見えるような結果でもう貢献できたらなとは、得点なり、まあ、得点ですね、ほぼ数字で見えるような形で貢献したいなと思います。そしたら、じゃあ今季の青キングの注目選手というか、見てほしいところ、戦い方だったり、選手だったり、そういうものがあれば、教えてください。注目選手は、いやそうですね、やっぱ俺が期待してるのは、やっぱ新加入ゴールの阿部選手ですね。やっぱ、このなんとも言えないギャグセンスが、やっぱ、後期戦でも出してくれたらなっていう。思いで頑張ってます。あ、頑張ってほしいです。このギャグセンス。はい。この何とも言えない。軽滑りしてる感じがいいですよね。やっぱ。でもやっぱプレーだとスロー上手かったり、こうやっぱガーって体張って止めてくれること多いんで、ちょっと試合公式戦でそれをちょっと期待、やっぱゴレイロ阿部選手期待してほしいです。ここはやっぱ直也くんですね。直也くん。何番だ ?15 番、15番、あごめん、8番か、今季8番をレジェンド、隼人さんから受け継いだ8番を背負っている直也君が、こう若手、今、筆頭だと思うので、ちょっと今季はリーグで暴れてほしいですね、昨シーズン、隠れて多分。なるほど。はい、あ、まあ、あと13番の中江颯馬選手。颯馬選手、どんなところに注目したいですか、颯馬選手の。いや、まあ、とにかくやっぱでかいんで、このウィングスパンとか、やっぱでかいっていうのはやっぱ注目してほしいです。長い、でかくて長いっていうのと、あとパンチ、シュートパンチあるんで、うん、であとそこと、やっぱ
同世代である新加入11番の平井選手、平井君にもやっぱこう関東でやってたものを打たしたし落とし込んで、でそれをリーグ戦で見せてほしいですね。なるほど。あと触れてないのがコパ選手なんですけど、コパ選手スーパーベテランのベテランじゃない、新加入のコパ選手のコバさん、上は触れにくいか、コバさん、いやコバさんね、6番そう、あそうですね、背番号6のコバさん、コバさんやっぱ注目しやすいですね。開幕戦はちょっと間に合わなかったっていうので、ちょっと鳴りを潜めてると思うんで、次第3節ちょっと爆発で、やっぱあの魂のゴール取った後のあーをちょっと響かせてほしいですね、大会で。かわいいな。そんなところです。わかりました。今季の野田選手の活躍を期待しています。お願いします。インタビューありがとうございました。ありがとうございます。青キングファミリーに越されて負けました。やっぱり強かったんで頑張ってください。リーグ戦も勝てると思います。はい、以上です。